こんばんは、沖縄インコに手を噛まれて、絆創膏にかぶれてボロボロです。助けてください。噛まれたらダメ。噛まれたらダメですよ。昨日もなんかその人いたんですよね。あ、昨日は別、昨日は沖縄インコさんの人でしたけど、ウロコインコさん、ウロコインコさん、沖縄インコさんだったんですよね。うん。で、えっと、立花村さん、沖縄インコさん手を噛まれて、絆創膏にかぶれてボロボロです。もう二度と噛まれないようにしましょう。 あの、噛み癖改善の方法をお伝えします。その沖縄インコさんは、ケージに入っているときに、大好物のご褒美を手から持っていたとき、手から食べてくれますかっていう、まず質問を先にさせてください。どうでしょう。まあ、手から食べてくれるというところを前提にスタートしますね。はい。えー、割り箸。 まあ普通の丸い棒なんですけどね。何でもいいんですよ。はい。か、あの、噛んでいいやつ割り箸。このターゲットトレーニングっていうのは、この割り箸の先とご褒美というのが2つ重要なポイントになるんですけど、最終的な合格ラインはですね、やってほしいところは、そうですね。割り箸の先を軽く噛んだり、タッチして、したらご褒美わけです。失敗はしたのは、 割り箸の先を強く噛んだり、攻撃性を見せたり、する手を噛もうとしたり噛んだりしたら失敗なんですね。やり方はですよ。例えば、うんここにちょうど、小田平さんいました。小田平ちゃん、小田平ちゃん。ケージに入ってるとしてください。割り箸の先をそーっと近づけます。ケージの網の中に入れます。ご褒美とともに。こういう感じで。 腕を、指をケージに近づけすぎると、爪が伸びてます失礼。指をケージに近づけすぎると、食べられる、何もないのに食べられてしまうし、噛まれてしまうから、まだあげない。棒が先。棒が先で。棒が先。どうしたら見えるの棒が先で。棒が先で、棒に軽く立ちしたらご褒美。棒に軽く立ちしたらご褒美。です。もう0.5秒以内。1秒以内ぐらいでパッとあげるんですけどね。 うんその時に、すると、最終的には、軽くタッチしたらご褒美がもらえるんだなと思うんですけど、やり方です。手からもらえるとします。食べてくれますいいですね。手からもらえるとします。ケージの前に見せます。食べたい食べたいでも届かないから当然食べれません。あの、棒を差し込みます。 僕は餌が食べたいんだよご褒美が食べたいんだよなんだよこの割り箸の先っぽは知らねえよって言って無視するかもしれません。10秒か20秒ぐらいして、ダメだったら、知らんぷりします。タイムアウトって言うんですけど、5秒以上、5秒ぐらい以上知らんぷりしてください。1、2、3、4、5。そして、もう一回行きます。行くよはいとか言って、あの、タイミングをちゃんと教えないといけないから、はいとか言ってあげてください。 欲しいのに何でくれなかったんだよ。何だこの割り箸知らねえよ知らねえよってまた無視されるかもしれません。また知らんぷりさ10、10秒、20秒ぐらい経ったらまた失敗ということで知らんぷり5秒以上。あれなんだよと。なんでもらえないんだろう。考えるんですね、彼。なんでもらえないんだろうな最初はまだわかりませんから。偶然のスタートなんですよ。何度かやります。 ちょっとわざとですね、割り箸をくちばしの方にちょっと近づけてみて、人間がちょっと思惑を持ってですね、くちばしにちょこっと当ててみたりします。軽くですよ。怖がらなかったらですよ。パッてあげます。ご褒美もらえます。あ、ご褒美もらえた嬉しい。なんでさっきはもらえなかったけど、今はもらえる。なんでだろうってなりますね。で、一回止めて。そして、すごいねって言いながら、またスタートの合図は大事です。はいって言ってあげるわけですね。 割り箸が先ですよ。餌は何もないのに餌取られないようにしてくださいね。何度かやっていると、失敗、何も気づかなかったら、かん感づかなかったら無視するんです。プイって。タイムアウト取ります。そのうちもう一回思惑を持ってですね、軽くくちばしの方に近づけてみたりします。それご褒美あげます。なんか割り箸、その時偶然彼らは、もしかしたら、 これかなってわかるわけですよ。く、なんかこれ、くちばし、これ近づいていってからなんか当たったとき、ときにもらえるみたいって言って、今度こうするとですね、なんかこれかなこれなんかスイッチなのって分かってくれるんですよ。偶然にも。偶然にもです。偶然にもこれスイッチなのその時に噛んでもいいです。最初は。ガブって噛んでいいです。噛んであげる。噛んだらあげる。当たったらあげる。ぶつかったらあげる。近づて近づいてきたらあげるみたいにしてください。ああ、分かった。これスイッチだ。 これが、これにもらえる、これに当たればもらえるんだってなりますから。はい。パ,パッパッパってあげます。これがもう右で上げても近づいてきてパッとしてしにます。でですよ。これだけだとあんまり意味がないんですよ。これがスイッチなんだねってことなんで。で、重要なのは、噛んだり攻撃性を見せた時にはもらえない。これが重要なんですよ。多分何度かやっていると、これスイッチなんだよ。わかったねって、わかったってこうして入れたらですね、ガブって噛みます。スイッチなんだろうこれだろガブって。 その時には、さっとのけて、取って、5秒以上知らんぷりする。この5秒間で、5秒以内、5秒間で考えてもらうんですよ。失敗を意味分かってもらいます。あれ、なんでだろうなんかこれ当たったり噛んだりしたらもらえてたのに、今度もらえなかったらなんでかなあれなんでかなもしかしたらこれ強く噛んだらもらえないのかな今度は優しくタッチしてみようって考えるわけです。5秒間の時もう一回行くよ。入、はい、ってするんです。さっき噛んだらもらえなかったから。 軽く、ちょっちょっと触ってみよう。ちょっちょって触ったら、あい、ご褒美は偉いねってあげるわけですよ。あ、なんか分かった気がする。噛んだらダメで、軽くタッチしたらもらえるんじゃないっていう、その差を分かってもらわないといけない。だから、噛んでくれた時がチャンスなんですよ。噛んでくれた時に失敗を分かってもらう。知らんぷり。すると、すると、あの、噛まなくなります。ご褒美をもらう時は。 お褒美もらう時の手に興奮して噛みそうに攻撃性を見せた時にも知らんぷりです。噛まれる前に知らんぷりです。すると、あれなんかもう興奮してなんかこうしてガンガンガンってした時に知らんぷりされた。おとなしくそーっと食べてみようみたいなタイミングで食べてない時噛んだ時だこの時人間が間違ったらダメです。噛んだ時でまあでも噛んだらダメって言ってるでしょ。まあ、そんなに食べたいのあげるって言ってると、噛んだら食べれると思いますから。 でタッチしてあげるときに手をガブッと噛んだとする。もう痛い痛い、もう間違って噛んでる、もう明日食べて、食べて、餌の方食べなさいってあげる,やると、手を噛んだ後ご飯食べれるんだなって間違って覚えますので、失敗したときが一番大事、失敗したときに知らんぷりをしてもらえなかったっていうことを覚え,覚えてもらう。すると、失敗しないように。まあ人間の言う失敗だけよ 噛んだりとか、攻撃性を見せたりすると、もらえないんだ、ということが分かってくれるので、それカミング世界です、するとこうした時にもパッて来るし、こちら側に持ってきて、した時にもこっち側に来て、ちょっとタッチして、ちょっとタッチして食べてくれるし、こっち側にしてもくれるし、えー、ケージのいろんなところでこう、ターゲットトレーニングができるようになると、これ結構簡単にすぐ覚えます。で、トレーニングはですね、あの、タイミングは、1日数回です。<laughs> 一回につき数分です。今日は日曜日だから一時間特訓するわよとかダメです。飽きるから。はい。それで、えー、一回につき数分。うーん。例えば、偶然で、偶然なんですよ。偶然できたところを褒めてご褒美あげるということだけです。偶然できたところです。最初わからないから。偶然できたら忘れないようにあと30回やっとこうねとか。ダメです。飽きるから。 で、偶然できた。あと何回も失敗する。あとね、もう、今日は、もう一回成功するまでやろう。一回成功したら終わろう。一回成功するまでそれはやろうと。これダメです。飽きるから。失敗して終わっても構いません。失敗してガリって感じ知らんぷり。5秒以上知らんぷりして。で、その後も、うの、ご褒美と棒を直してから、 あの、お休みしようね。普通通り仲良くしてくださいね。無視する時間帯は5秒以上あれば十分です。15秒とかで十分です。それ以上長くすると寂しくなるので、あの、失敗ということを分かってもらえればいいから、罰則を与えてるわけじゃないので、無視する時間が長ければいいってわけではないです。15秒ぐらい無視しておけば大丈夫です。あとは普通に仲良くしてもらって、お休みって言って終わっていいんです。失敗して終わっていいんですよ。失敗は5秒以上知らんぷりすることなんですけどね。タイムアウト。すると、 明日、するときまで覚えてるんですよ。考えてるんですよ。ああ、昨日噛んでから最後もらえなかったんだよね。今度は噛まないようにした方がいいのかなとか思ってますから。考えてますから。うん。で、今のはターゲットトレーニングっていうもので、失敗したときには知らんぷりされてご褒美がもらえないんだ。残念。じゃあどうやったらもらえるんだろうなって考えてもらって、成功したときにはすぐにご褒美が来る。もう0.5秒以内ぐらい、すぐご褒美が来る。 とそれ成功だと思ってて、この場合の失敗成功は噛む攻撃性を見せる失敗、優しくそーっと触れる成功。これでこの噛み癖自体は治りやすいんですけどね。この話をするときにあと2つ追加で言っとかないといけないんですが、まずご褒美です。まずご褒美はいつも食べているものをこう餌入れの中からあげても何のご褒美にもなりません。このトレーニングの時だけ使えるご褒美がいいと思います。おすすめはね、エゴマとかがいいかな、エゴマ。 エゴマもですね、ひまわりと同じぐらい油の含有率が高いので、えー、健康、油が多いから、あまり良い,いものではないんですけど、いや、良い,いものなんです <laughs>。食べる量が小さいからです。あと、オメガ3という油が含まれていて、動脈硬化を防止するので、ご褒美に少し1、一つ二つずつあげるのには最適。ひまわりとかあげたらダメですからね。あの、大きすぎるから。 半分に来て、半分に来て、半分に来て、8等分ぐらいに切ってからあげたりするのは構わないんですけど。エゴマを少しずつこれ常食にしてから餌、餌入れの中に入れてあれダメですからね。まあ他にも、あの、その子が好きなものをあげたらいいんですが、大体ね、もうほんのちっちゃいやつです。ほんのちっちゃい方がいいです。鼻の穴ぐらいの。人間はね、美味しいものをむしゃむしゃむしゃ,むしゃいっぱい食べたいってあるかもしれません。鳥さんもあるかもしれませんが、量が小さくて構いませんの、ね、で。あの、 大きなものをあげると、何度もあげると食べ過ぎになっちゃうから、あの、回数が大事なんですよ。あげる回数が。なので、えー、小さく小さく切って何度もあげられるようにした方がいいですね。餌。餌のことあの。大好物のご褒美、トレーニングの時だけもらえるもの、こんなち、こんな素敵な貴重な一粒をくれるなんてなんていい人だっていう風に思ってもらえるしね。あのご褒美の選ぶのが大事。ご褒美が選べると、トレーニングはもう8割方うまくいったも同然です。<laughs> はい。<laughs> あの、ルール知ってたらですね。これで